こんにちは、フォレスタネットの島貫です。本日はこちらのコンテンツをご紹介します。毎日の業務をスムーズにこなすために皆さんはどのような工夫をしていますか？投稿者の先生がなんと小1時間も早く帰れるようになった仕事の進め方を3つのポイントとともに詳しく見ていきましょう。1つ目は、できることはすぐにやること。すぐに書ける資料や子どもたちの成果物のチェックなど、すぐにできる小さな仕事は数が多いため溜まっていきがちです。そこで、その場でこなせる仕事をその場ですぐにこなすよう意識したところ、時間の大幅圧縮につながったそうです。資料をもらってできるならばその場で、子どもたちの成果物を受け取ったらその場でなど、受け取ったその瞬間にこなしていきます。特に公務文書では、やり方や注意点を忘れないうちに済ませることができるのも時間圧縮につながるそうです。2つ目は、リマインダーの活用。紙で書き残したけれど、忙しさのあまりついつい確認を忘れてしまうというケースもあったという投稿者の先生。そこで、スマートフォンなどを使って通知機能を活用するようにしたそうです。忘れていても通知が来るため、取り組み忘れが圧倒的に少なくなったそうです。後でやろうと思って忘れていた仕事が少なくなるので、気づかないうちに仕事が溜まっていくという状況が減ります。ただ、先生方のお仕事はすぐにこなせる仕事ばかりではありません。まとまった時間が必要だったり、他の先生との調整が必要だったりと、思い立ってすぐに取り組めない仕事もありますよね。そこで3つ目は、取り組むタイミングの調整。すぐに取り組めない仕事は、取り組む優先順、まとまった時間でやるか隙間時間でやるかを決めます。ここまで決まったら、1つ目、2つ目の仕事と着実に進めていきましょう。取り組み方の一工夫で仕事の進め方が楽になるこの実践、先生の状況に合わせて取り入れてみてください。いかがだったでしょうか？今回ご紹介したコンテンツの URL は概要欄に掲載しておりますので、そちらもぜひご覧ください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは次回のフォレスタネットでお会いしましょう。